アブラームルイロドルフ・デュークロは、水水生まれの画家、版画家である。水彩画でアブライと同じような規模の風景画を描き、水彩画の歴史で特筆される画家である。欧州、ブロイエ・ビュリーのモードンに生まれた。1769年に、ジュネーブに移り、ファスさんに学んだ後、イタリアに移り、1776年の終わりから、ローマに住んだ。1778年に、 オランダ貴族に雇われて、シシリーとマルタへの旅に同行し、旅先で300点近い水彩画を描いた。1793年までローマで風景画家として働いた。版画家の序盤にボルパトと協力して24点のローマやその周辺の風景を版画にして1780年に出版した。1782年にロシア大公。 パーベル・アレクサンドロビッチの依頼手2点の作品を描き、同じ年にローマ教皇、ピウス6世にも作品が買い上げられ、1784年にはスウェーデン王、グスタフ3世が多くの作品を買い上げたが、デュークロにとっての最大の顧客は、グランドツアーでイタリアを訪れるイギリスの貴族、上流階級の指定であった。 フランス革命の混乱から、ローマ教皇領の多くのフランス人は追放され、フランス系のデュークロも1793年に追放され、アブルッソに移った後、ナポリで1799年まで暮らした。ナポリで描いた風景画もイギリス人の貴族が購入した。1800年にイギリス領になったマルタに移り、トーマス・グラハム将軍のために、マルタのマチバレッタの風景を描いた。 1807年の夏にスイスに戻り、ニオン、ローザンヌで暮らし、1807年にジュネーブの美術協会の名誉会員となり、1809年にはベルンの美術学校の教授に任命されたが就任する前にローザンヌで没した。デュクロの作品はローザンヌの美術館やイギリスのブラモールホールなどで見ることができる。ありがとうございます。